エルビン・レンドバイは、ハンガリーの作曲家、合唱指揮者、作曲家のカミルロー・レンドバイのおじにあたる、ブダペスト王立音楽院にて、ハンス・ケスラーに指示、終了後に、ミラノのロッシーニ国立音楽院に留学した、1906年よりドイツに移住し、教育活動に入る、1913年から1914年まで、ヘレラウのジャック・ダルクローズ研究所で教弁を取り、 同地で写真家のエルナ・ディルクセンと結婚した。1914年から1920年まで、ベルリンのクリント・ボルト・シャルベンカ音楽院で作曲法を指導し、1923年には、ハンブルクの国民音楽学校で合唱を指導した。コブレンツの合唱協会でも指揮者となり、ミュンヘンの民間の合唱団も指揮した。1929年には、 アルノルト・シェーンベルクの合唱曲、幸せ作品35から4を初演している。1933年にナチス政権によってドイツからの出国を余儀なくされると、その後はイングランドに移住して、ケニングホールで音楽教師として働いた。戦後はハンガリーに帰国して、JL 音楽院の院長を務める。この間に、バルトーク・ベーラの作品に興味を寄せるようになった。 1916年に、ゲルハルト・ハウプトマンの原作によって、唯一のオペラ、エルガーを作曲した。その他の代表作に、祝典音楽、民衆の自由、公共曲、古風な部曲、還元楽のためのスケルツォ、オルガンのための3つの商品作品4があり、さらに室内楽曲、合唱曲、歌曲も手掛けた。4、タグン・エア・エム・ジェンダー・イン・シュトゥットガルト・ホーエンハイム。 2-4.22006http://www.ruendal.de/.am/.tagung06/.pdf/.sloder.pdf ありがとうございます。